はい、どうも皆さん、こんにちは、レトゲ通信です。割と久々、同級生2プレイステーション版ですので、まあ、まろやかなエッチなシーンのない同級生ですね。エッチなシーンは頭で想像してくださいっていうぐらいのレベルだと思うんですけども、今回、プレイし攻略しようと思ってる女の子は、南川陽子ちゃん、バイク乗ってるピンクの髪のロングヘアの女の子ですね。この子ではないですを攻略していきたいなというふうに思っております。まずプロローグに関してはすでに以前動画で紹介してますので、そちらをご覧くださいというとこと、割とイベントというか絡んでくるところを重点にやって、それ以外のところは編集の段階で割とパパパパ飛ばしていきたいなというふうに思っております。それではプレイしていきましょう。まずプロローグ終わったところからです。今回のターゲットはこの子っすね。この曲だね。こうやって自分で歩けるのね。でも誰がどこの家が誰かっていうのを見たい時っていうのは、三角ボタン。学校はここにあって、駅があって、でこれが陽子の家、自分家この辺だったよ確かね。ここか。ともみさん、ともみちゃんの家がすぐ近くになって、下の豪邸が赤レン、これ泉で西園寺ね。隣マップ見れないね。まあ、よくね、行ってみる？すぐ近くでしたね元プラザ。あ、ちゃった。あ、いたで。見てわからないのかよ、暇人。解決できる問題だって解決できなくなりそうだと。
いたいたいた。よう。もう十分に走って、それから学校へ来たんだ。なんだ？今だからそんなことばかり考えるんだよ。こんな場所に来るやつなんか、暇人に決まってるさ。私は学校の中でこの場所が一番くつろげるのさ。男を見つけるのに、なんでこんなとこに来なきゃなんねん。私はね、ナンパの男が嫌いなんだよ。心配されたくないよ。いいね、渋くて。硬派っていうのはそれだけを意味するわけじゃないよ。それ以上余計なことを言ったらぶっ飛ばすぞ。自分の好みなんだから仕方ないだろ。どうして私が八十八町の笑い者にならない。笑い者。ひどい。私はもう行くぜ。キラと会えばいいんだよね、多分ね。で、もう一回公園行って、おお、かっけえな。キラ、
これか。かっこいいね。極楽とんぼはよ。バイクに釣られた将来を売ったっていうことね。そうか、このイベントを起こさないで保護さんのイベントを先に起こしちゃったからわけわからなくなっちゃったんだね。安住さんイベントだから、この次にここ入ってともみんちに行くと少し話が進むんじゃねえのっていう話だね。あ、そうそう、秋が来たね。あら、ライバルになっちゃったね。これで最後の家の家ですね。ようやく進みましたね。アキラいるはずなんだよね、本当ね。うん、はいはいはい。
ゃあ体育館裏様子見に行きますか。やっとここに来たか。遠かったな。あれ？いいじゃないか。誰に迷惑をかけるわけじゃないし。いや、ダメじゃないっすよ。ああ、ついさっき来たぞ。これがさ、おかしいんだ。だって、アキラのやつ、いきなりテレビの話。ため息なんかついて。そうだね。なあ、一つだけ聞いていいか。アキラのやつ、一体誰が好きなんだろうね。なんだ、知らないのか。へえ、結構硬派なんだ。硬派っていうのはさ、何も女の子を相手にしない男を意味するだけじゃないぞ。聞いてるか？聞いてますよ。要するに、他人の秘め事を喋らない男も硬派の家に入るんだよ。なあ、聞いてるのかよ。せっかく褒めてやったのにさ、そういう時に限って聞いてないんだから。お、見たことないカットですな、俺。うるさい、子供は黙って親の言うこと聞いてればいいんじゃ。生意気なこと抜かすな。Thank you.
話のわからない親父を持って本当に私は不幸だ。これ見てないから言葉に重みがないんだよ。みたいに結構有名になってたりして、考えてみれば家庭って複雑だもんね。私さ、そういうところがいいと思う。そういうところは嫌いだ。はっきり言いますね。もう一度親父と話をしてみる。まったく、こんな話をするとは思わなかった。これで公園行ったら進むんじゃないですかね。これを逃してたから。遅いから26日にやるか。おい、悪いけど一人にしてくれないか。気づいてんだね。バイクに乗ってるからバイク屋になりたくて、車に乗ってたら車屋になるのかって言われたよ。
はい、というわけでして、プレイステーション1版の同級生2の陽子ちゃん攻略モードをですね、一応26日までにやらなきゃいけないことは一通りやったかなという感じです。で、怒涛の27日と28日があって、で28日が泉ちゃんとの映画約束までさせられちゃったのでそれが2時というのもあるので、今いろいろやることはあるけども、まあ一個ずつこなしていくかという感じですね。本日の動画はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。